カイザー、今日は勝たせてもらうぜ。手札を1枚ゲームから除外し、マジックカードタイムフュージョンを発動。これは時空を超え融合を可能にする。タイムフュージョン、これにより召喚条件を無視して次のターンで自分のフィールド上に融合モンスターを特殊召喚する。カードを1枚伏せてターンエンドで。俺のターン、さらにダブルフュージョン発動。ライフを500払い連続融合を行う。現れろフレイムウィングマン。フレイムウィングマンとスパークマンをダブルフュージョン。シャイニングフレアウィングマン。シャイニングフレアウィングマンの攻撃力は墓地のEヒーロー1体につき300ポイントアップ。シャイニングシュート。サイバーフェニックスが破壊された時、デッキからカードを1枚手札に加える。俺のターン、ドロー。異次元からの豊作。異次元からの豊作。これによりプレイヤーはお互いデッキからカードを2枚引く。ボマードラゴンを召喚。ボマードラゴンでトラックロイド。ダイナマイトクラッ。ボマードラゴンは戦闘による互いのプレイヤーへのダメージをゼロにし、このカードを破壊したモンスターを道連れに。3枚伏せる。俺のターン、ドロー。converter contato。 E já que não tem mais nenhuma carta no meu campo, esta mágica me permite mandar o ninho espacial do meu baralho e da minha mão para o cemitério. E então, eu posso jogar duas novas cartas.マジックカードミラクルコンタクト発動。エスカラ velho、グランデトンペイラ、イタンベイオニュース、プレパレスパルコンタクトフュージョントリプラ。アプレゼンタンドエライエレメンタルマグマニュース。イプラカダカータエンカンポエリフィカ400ポントスマイスフォッチ。カードを1枚セットして、メテオロポンギド。Eu jogo a carta Tecnologia Secreta Cibernética! Agora, mandando uma máquina cyber tipo monstro pro meu cemitério, eu posso destruir um dos seus ataques de monstros. Eu diria que ele é muito bom pra negociar. Meu movimento. Soubi Mahou, Mirai Yugo, Future Fusion を発動! これはただの融合ではない。今は手札にないカード。融合する。デッキからサイバードラゴン3体を墓地に送り、サイバーエンドドラゴンを特殊召喚。E jogo meu Cyber Vale。俺のターン、ドロー。Eu jogo a carta mágica Caridade Graciosa e puxo mais 3 cartas。Agora eu vou mandar essas duas cartas. Wildman を攻撃表示で召喚。やえ、ワイルドブーメラン。ドロー。俺のターン、ドロー。エルドラゴンを攻撃表示で召喚。
プレイヤーにダイレクトアタック。俺のターン、ドロー。強力な壺を発動。マジックカード、オーバーソウル。墓地のスパークマンを特殊召喚。行け、スパークマン。トラップカードオープン、パワーウォール。パワーウォールはモンスターからの戦闘ダメージを受けた時に発動。デッキからカードを1枚墓地へ送るごとにダメージを100ポイント軽減する。俺が捨てたカードは30枚、よって3000のライフダメージは相殺する。カードを1枚セットしてターンエンドだ。俺のターン、ドロー。外国にサイバーダークドラゴン召喚。サイバーダークドラゴン効果発動。召喚時、互いの墓地にあるドラゴン族モンスターをその攻撃力とともに装備。終わりだ。10代行け、サイバーエンドドラゴン。エターナルエボリューションバースト。トラップカード発動。攻撃の無力化。俺のターン、ドロー。デルインボカルネオスパシアオグランデトペイラ。さらにパークガンを装備。パークガンに撃たれたモンスターは表示形式が変わる。発射。Ataque! Eu jogo a carta Tecnologia Secreta Cibernética! Cyber Dark Horn の効果により装備したドラゴン族モンスターを身代わりにして破壊を免れ。俺のターン、ドロー。Eu jogo a mágica Caridade Graciosa! 強力な壺を発動。カードを2枚ドロース。よってマジックカード、サイバルテックフュージョンサポート発動。ライフポイントを半分払い、このカードを身代わりに機械族の融合モンスターを召喚する。そして俺は手札からパワーボンドを発動。手札またはフィールド上から融合モンスターに必要なカードを墓地に送り、機械族の融合モンスター1体を特殊召喚する。機械族の融合モンスター1体を特殊召喚。俺はキメラテックオーバードラゴンを召喚。キメラテックオーバードラゴンは自分のフィールド上のサイバードラゴンを含む2体以上の機械族モンスターの生贄が必要。俺はこの6体を生贄とする。これが生き残るための俺のあがきだ。イベオキメラテックオーバードラゴン。キメラテックオーバードラゴンでマルチプルスライムを攻撃。エボリューションリザルトバースト。トラップカード、ドレインシールドを発動。これによりサイバードラゴンの攻撃を無効にして、その攻撃力分だけライフポイントを回復する。キメラテックオーバードラゴンは生贄にしたモンスターの数だけ攻撃することができる。エボリューションレザルトバーストゴレンダ。Joga uma carta virada pra baixo. E com a flauta de invocar Caribou, eu invoco o Caribou alado em modo de defesa.
こちらはサイバージラフ攻撃表示で召喚。このカードを生贄に捧げることでこのターンのエンドフェーズまで俺へのカード効果によるダメージはゼロになる。カードを1枚セットしてターンエンドだ。俺のターン、ドロー。頼むぜバブルマン。バブルマンの効果でカードを2枚ドロー。マジック発動、ミラクルフュージョン。来いゴッドネオス。ゴッドネオスはデッキからネオスペーシアンを選択、除外することでそのモンスター効果を吸収。1体につき500ポイント攻撃力をアップする。ゴッドネオスレジェンダリーストライク。速攻魔法バトルフュージョン。戦闘時に発動し、速攻魔法バトルフュージョン。やっぱカイザーは強え。パーフェクトだぜ。だが同時それは俺の限界でもある。え？パーフェクトというある意味の限界を求めるな。雪十代、お前には無限の可能性がある。サンキューカイザー、卒業生の言葉しっかりと受け取ったぜ。在校生代表として俺から卒業の記念だ。受け取れカイザー。エボリューションレザルトバースト、ゴレンダ。ゴッドネオスレジェンダリーストライク。